では A 対 B 代表初戦始めていきましょう。 Please select your character。 My Natsume。 The wheel of fate is turning。レベル1アクション。じゃあ B チームの前に。ちょっとコンボが怪しいぞ。もうすぐ1球だ。前はコンボ落としても全部続いて出るので補正気味になりやすい。バークラーここでバース入っていく。クリーンとシューター一回通ったが下がってしまった。ここで南雲体育が通る。中段通った。6番フォー一段してカウンター。中段はガードシード。これはゲージがあるのでしっかりと押していく。ここのまま取り返して1チセーラー通る。逃げ裏に回ってから中段展開が早い。オーディ吐いて一回とのスキル。ユッタギュー。あれあれ泣く泣く時間切れ帰ったユッタの名前を背負ったミニアが ユッタの胸を晴らす。レーナー通してフルラスト。これは拾うの難しい。人がフォローしている。あ、なんか化けた。うまいうまい。これはめちゃくちゃうまいです。ちょっと足りない。いやでもアクティブフロー、いやでも足りない。
何も起こさない。レベル2アクション。氷食う投げ。赤さがちょっと難しかったですね。中段はガードしている。ここはコーディアを出て、これは拾いギリギリ間に合うかな。あ、間に合う間に合う。5100、いいキャラ。何も起こさない。ミーアイザナミが勝利。本日の優勝決定戦、マチとミーア、イザナミ、マイ、ナツメ。おっと、ここでランクアップが出ている。英雄対天帝、チームの勝利をかけた戦い。おっと、これはバースト吐いて、これはうまい。めちゃくちゃいい。時間稼いでバイアゲージ復活。うまく飛んだんですが触られてしまった。ごま投げしたが見えましたが反撃ならず。あの展開ではまあ難しいですね。固まってしまいます。飛んだところを食い投げ。これは盾が間に合っている。半額になった。3400って。ここでコマ投げ。バスト。お、これはうまい。やり込みが見える。唯一と言っていい反発です。しかしゲーダンはガードしている。ガーキャンで切り返して、これは耐えてしまう。やはり強いこの男。ミーア・イザナミの、勝利によって本日の優勝 D チームマイスターミーア・カゲチチームの優勝となります。おめでとうございます。長丁場お疲れ様でした。魔導書を宿す少女か、面白い存在だな。いやー、言ったが残念でしたね。